もし小学生に生き物の性質は遺伝子で決まっていますかそういう質問をされたら皆さんどう答えますか生き物の形寿命食べ物環境適応能力オスかメスかあるいは人の血液型までまあ多少後天的な影響はあるけれども概ね生き物の性質は遺伝子で決まっている という考え方は正しいかもしれません。それじゃあ小学生からさらに質問されます。遺伝子の DNA の配列を調べれば何でもわかるんですか。で、そういう質問をされると我々分子生物学を研究している人間は、うんどうしよう、そうとも言い切れないなっていうふうに。 今世紀ににななっっててだんだんん思うようよきましたちょっと遺伝情報の流れ業界用語でセントラルドグマっていうことについて説明します DNA 上にコードされた遺伝情報は一旦 RNA という化学物質に変換されますこの RNA に移し取られた遺伝情報をもとにタンパク質が合成され生き物の性質が決まっていくというふうに説明されています このセントラルドグマの概念は今からずっと大昔60年も前に提案されましたでそれから10年ぐらいかけて遺伝暗号が解読されて概ねセントラルドグマは正しいというふうに知られていますで今世紀の初頭2001年には人ゲノム配列の解読が行われましたすなわち 我々人の全ての遺伝子の DNA 配列が解読されましたそれで今世紀の大きな流れとしてどのような遺伝子からどのようなタンパク質が作られるのかというのが大きな研究の主流になっていますで分かったことなんですけれども RNA は DNA の単なるコピーじゃないです RNA は編集加工され遺伝情報が書き換えられることすらあります しかもこれは生物の根源的な仕組みである特定の生物に限ったことではありません人の場合遺伝病発がん感染受精などさまざまな現象に関わりますですから今世紀は RNA の研究抜きでは生命を理解できない時代だというふうに私は感じています <music>